こんにちは、つちのこです。さあ今日も動物の森ゆめみの方やっていきましょう。今回訪れてるのはあの24時間テレビのランナーにもなったあのお方がいる村です。でアミーボプラスになってからね、できるバグ非常に少なくなってるんですが、アップデ後もねできるバグをちょっと散りばめられている村みたいです。アップデート前はね、改造村とか、ね、データが破損するような村結構あったみたいですけど、普通のバグはね大丈夫なので遊んでいきたいかなと思います。まずはここに置いてあったお洋服を着て僕はホタルちゃんになりました。ホタルちゃん、ほわ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 、ホタルちゃん。さあまずプレゼントをちょっとちょろっと拝借して、さあまずは村を見ていきましょうか。いたいたんだけど、すごい、そっくりじゃない？あんなにそっくりに作れるもんなの？35億、ブルゾン千恵美さんがいる村ですよ。ちなみにね、ここちょっと通れちゃうんですけど、何か使ってるのかな、バグを。あっちがね行けるんですが、お家の中には入れない感じですかね。こういう風にちょっといける。多分何かバグを使って立ててるんでしょうけど。探さない、待つの。誰待ってんの、誰待ってんだろう。さあちょっとここで魚を逃がしてみましょうか。飛んでった、おい。魚と、おお、すげえとこに入っていったんだけど。一体何なんだぜ。お花が空中に、お花が空中に咲いてるぞ。でもこういう風に座って、座ってね、いけない場所に立つと、こういう風に立つ、浮くことができるみたいです。わーお。すごーい。わお。こっちに落ちちゃった。で、こういう風に、座る場所からね、解除することできるみたい。ほい。戻るときはこう。わあ。このマイデザインの下で着替えると面白いことが起こるみたい。やってみましょう。ホタルのワンピースにもう一度戻します。はい、くるんぴ。でかい株が顔面に出てくるみたいだね。これは宙に浮いてる株が大きく見えてるだけですね。こんな感じ。そういう小ネタも用意してある。出た。出た。これもう一発でわかるよね、知ってる人は。オッケー、バブリー。平野そらさんもいらっしゃいますな。すげえな、これどうやって作ってんのみんな。あのブルゾンさんといい、うますぎなんだけど。ほい、飛んでみよう。わ、いけるのかな。じゃあお家の方も見ていきましょうか。あははは、ほんとや、すげえ、マイデザ、ウィズビーの人たちじゃないですか。あれ、後ろに書いてあるのかな ?3 って。あ、すげえ。何これ。スイカに水あげてんの?みんなで。スイカ別にあれ、なってるわけじゃないもんな。おっと ?35 億。35億。ここで着替えられるのは、シークのズボンとかと、あと、アオリちゃんに着替えられますね。アオリのボートムスとか揃ってる。そして、キキ&ララなワンピースとか。こういうの好きなのに着替えてみたらいいんじゃないでしょうか。わあ、すごい、湖に金のバラが。もしここをちょっと掘ってみましょうか。いてててて、おお、すげえ。なんでこんな埋まるの、顔が。なんでこんななるんだ。おい、どういうことだ。なぜ。なんでそんな下まで掘るの。ホタルちゃん、何してんの。どういう仕組みなんだろうか。お、これはウィズビーのもう一人の方でね。何にも話さねえぜ。後背中に何か書いてあるのかな、やっぱり。埋まっちゃった。こっから入ると埋まっちゃった。でもここに来れるんだね。ここでね、魚を逃がしてみましょう。飛んでった。飛んでって上で戻るみたいな。やっぱりここでも飛んでいく。あー、土の中気持ちいいわ。
すごーい。おお、すごい下に降りた。ここのハンモックの横にある切り株からこう座ると下。わあ。わあ、すごい。地下の世界が広がってるんだけど、これ。下に映って、なんか浮いてない下。これ何？右下。右下なんか浮いてるぞ。地下の世界が、十字キーの上ボタンで見えますね。入り口にあったね、マリンスーツ着て、水の中も行ってみましょう。一応ね、注意として、この交番の中には入らないようにということなんで、いや、入らない方がいいと思います。この位置から、飛び込む。ぴょん！おお！何これ！マップが出てきたんだけど、上に。はっ。まさかのびっくり、ドキッとしちゃった。わ、マップが出てきてここに移動してきたね。ちょっと不思議だな。もう一回やってみよう。ほいわあ、また違うとこ。はっ町の下にはまさかマップがあるのか。今下画面に出てるけど、上画面に出るんだ、マップ。いろんなバグが散りばめられてますな。でもあれだよね、アップデート前はすごいいろんなバグがあったみたいだね。その代わり、改造。その代わりね、改造を使ってたり、ちょっとデータを破損させるような村も あったみたいで恐ろしかったけど。アップデート後はあんまりそういう話聞かないですね。お家も見ていこう。あそこ、平野空さんいない？あれ平野空さんの前デザインもちゃんとある。おすげえ、電光掲示板に平野空がいるぞ。ここは平野空さん部屋かな。わお、まさかの平野空がそこにいるこういう大体切り株のあるとこは全部上に行けたりしますね。こういう風に、下に行けたりもするし、上に行けたりもする。ほい、ほいっと。こんな感じでね。落とし穴にはまったかな空中の落とし穴にはまったかね。ということで今回はね、ホタルちゃんの格好をしながら、ブルゾンちえみさんや平野ノラさんに会える、アップデート後でもね、使えるバグ技を使った村にね、遊びに来てみました。夢番地はこれになります。作者さんがね、交番の中には入らないようにと言ってるので、まあ、交番の中には多分入らない方がいいんじゃないかな。他の部分はね、そんなに困ったようなことがあるわけではなく、空を飛べたり、地下に潜ったり、ブルゾンさんやね、平野さんに会えたりするので、なかなかね、楽しい村だと思います。それじゃ、土の子でした。